こんにちは、一ノ瀬です。今日は三笠のプリンセスこと三笠の家の秋き工場のブータン訪問についてご紹介をしてまいりたいと思います。 宮家の亜子様なんですけれども3月5日にご出発なさいまして、えー、昨日ですね12日になりますが無事ご帰国ということでして私もねちょっと隙を見てはねブータンの SNS なんかをチェックしていたんですけれどもなかなかね亜子様ブータン情報というのが出てこずにあのこれってやっぱりね非公式訪問だからねニュースにも出ないのかなというふうに思っていたんですけれども9日にはねブータンの湾畜国への表敬訪問があったということで、まあ、その時のお写真とね 短い映像だけはブータンのね国営放送の BBS の Facebook で、えー、少しねご紹介されておりましたので、えー、それをねちょっと皆様と共有したいと思っております。まああの飛行機とはいいですね。せっかくあのまあ、ブータンというねまあ飛とも言われる国にいらっしゃっているので、もう少しねあのいろんな映像であるとかお写真をね拝見できればというふうに思っておりましたが、まあ、こちらがですね、えー、そのマンチ空港とお会いになられている時のお写真でございます。 なんか最近ねワンチュク国王がね公式の場でも眼鏡をねかけていらっしゃることが多くなってきてなんか眼鏡率がね高くなってきていらっしゃるようなんですけれども私もね実はあのずっと眼鏡かけてるんですが若い頃はねあのコンタクトでやれてたんですけどなんか年とともにねコンタクトじゃなくて眼鏡の方がねだんだん楽になってきましてもう40代に入った頃からほぼ眼鏡ということでねございます。 そしして国王といいえばいつもねねこう、えー、おぐしを、ね、髪の毛をすっきりと整髪量で整えていらっしゃってこういつもいてもねこうシュッという感じで、えー、なんかこう清潔感のあるねそういった髪型でございます。やはりね男性でね高い地位におられる方このくらいですねこうきっちりとした髪型でね、えー、いつもね決めていていただきたいなというふうに思います。 ワンチク国王とね秋子錠が屋外でね語り合っていらっしゃるようなお写真もあるんですけれどもえ秋子城はねもともと美術文化に造詣も深いお方ですし、まあ、これをね専門としてオックスフォードでね学ばれていた方ですので、まあ、こういったですねジャンルのことをお話しされたら本当にね話題も尽きることはないんじゃないかというふうに思っておりましてだか日本側からねお坊さんも同行していらっしゃるみたいなんですけれどもなんならねこのお坊さんとブータン側との通訳とかももう明子様がね 代わりにお出来になるみたいなね、まあ、そのぐらいのレベルじゃないかと思いますのできっとねご訪問日程もそしてこちらの映像はワンチュク国王とア子さ様がご歓談をされているご様子のちょっと短い映像で音声もないんですけれども、まあ、見るからにねエア会話などではなくちゃんとね中身があるね、えー、きっちんとね中身がある会話をされているようにお向けいたします。 で私の印象なんですけれども、えー、この会談の時のねワンチュク国王が結構なんか素の状態に見えると申しますかこう国王っていう感じであの構えていらっしゃらなくて、まあ、いい感じにですね力が抜けていらっしゃると言いますかもうこれ褒め言葉ですけれどもなんかこう茶飲み話でもねしてるみたいななんか「へーそうなの?」みたいなねあのリアクションでなんかすごいねこう和んでるみたいなねなんかそんな和やかな印象を受けました。 はいということでねまあ、昨日無事ご帰国ということなんですけれどもまたねあの追ってでも構いませんので現地の様子なども、えー、何かねメディアからお知らせいただく機会があればいいかなというふうに思います。 はいそしてね今回の彬子様のブータン訪問で私すごくね気になってた報道がありましてそれについてねお話したいと思うんですけれども日本のねあの NHK さんとか日テレさんのニュースでねあのちょいちょい言われてた部分でございまして、えー、ちょっと引用すると今回のご訪問はワ湾ク国王のいとこにあたるケサン・デチョン王女から招待を受けられてのことです。 といったようなですね報道がされれててこれ結構違和感だったんですよね。で、どこら辺が違和感かと言われますとあのワンジュク国王のいとこにあたるっていうねこの部分でしてこれ確かにね嘘じゃないんですけどなんかすごい印象操作じゃないっていうふうにね思ってしまいましてと言いますのはあのワンジュク国王のねお父様なんですけれども、まあ、先代のブータンの国王様で、えー、ジグ軍民ンゲワンジュク全国王ですけれども、まあ、一夫多妻制でいらっしゃったんですね。 で奥様が4人おられまして4人とも姉妹のはずなんですよなのでまあ、信頼の受けるねダショウの家の4姉妹を全員妻にしたということなんですね でこれはあの多分一夫多妻制とは言っても、まあ、いろんなねあの有力者の家から妻をもらうとその実家同士の権力争いみたいなものが起きるかもしれないですし、まあ、逆にですね創家といって妻を一人だけにすると今度後継者がね生まれなかったらどうしようみたいなあの後継者が生まれないっていうのも困るので、まあ、一夫多妻制にしたいんだけど でもその実家同士の争いとかが起きても困るからあの解決策として、まあ、ソリューションとしてですね同じ家から複数の妻をもらうということで、まあ、問題解決なさったんじゃないかと、まあ、想像してるんですが、まあ、これは確かにねかなり特殊なことではあると思うんですよね。で今回ワンチュク国王のいとこにあたる「ケサン貯伝王女」っていうふうにね書かれているこの王女様なんですがこの方も普通に全国王の お嬢様なんですよね。お父様は全国王ということでワンチクはこの4姉妹の妻のうちの三、えー、女の方が産んだ王子様で,でこのケサンチ王女は4姉妹の次女の方が、ね、産んだ王女様なので要はそのお母さん同士は姉妹だから、まあ、いとこっていうふうにね日本のニュースでは紹介されてるんですけどお父さんは同じお父さんというかあの全国王の子供なので。 あのワンチュク国王もケサンチョデン王女も全国王の子供だから普通に兄弟でもあるわけなんですよね。まあ、そして私が見る限りなんですけれどもブータン国内でもそのこのケサンチョデン王女の扱いは普通にワンチュク国王の、えー、ご兄弟いという扱いで、まあ、全国王の、えー お嬢様というかね王女っていう扱いみたいで、まあ、全国王には五、えー、男五女ですね男女それぞれ5人ずつ10人のお子様がいらっしゃいますよというような、まあ、こういう紹介になっているのでなんか日本側の報道にあるようになんかいちいちね湾く国王のいとこにあたるっていうねこの枕言葉をつけることの方がおかしいっていうかねここすごい私違和感。 だった点でございましてなんかうがった見方をすればなんですけどなんか明子様を招待した王女をワンチク国王の妹のね王女ではなくいとこだっていうふうに報じることでなんかワンチク国王から見てより遠い存在に見せたいみたいななんかブータン側も国王から遠い存在からの招待だから まあその格に合わせて明子さまが招待されたんですよみたいなふうに思わせたいようなそんな力がね働いたのかなというふうに思うんですね。でこれがもしなんですけれどももしこの下山著伝王女が招待したのが例えば佳子さんとかだったら湾ク国王の妹のってねすごい国王に近しい存在 の王女様が秋篠宮家の加古さんをねご招待したのですみたいな感じで報じたのではないかというふうに思ってしまうんですよねなんでちょっとある種の、えー、嫌がらせじゃないんですけれどもメディアの印象操作っていうかねまあ、そんな感じのもんですね でちなみになんですけれども安倍元総理の国葬のためにご来日してくださいましたえソナム王女というね王女様ご来日してくださいましたけれども、まあ、日本に滞在中は秋篠宮家を訪問されて、まあ、記念撮影もねしていらっしゃって、まあ、それもね非常にこう日本のメディアで大きく報じられていましたけれどもえソナム王女は全国王の、えー、妻のね4姉妹のうち5長女の方がお産になった王女様なのでもしその日本のメディアが妻側のね この姉妹という血縁関係をベースにソナム王女を紹介するんだったらソナム王女だってワンチュク国王のお母様のお姉様の子供だからワンチュク国王のいとこにあたるソナムデチェン王女というふうに紹介しないと、まあ、一貫性がないということになるんですけれども。 まあ、岸章宮家と多少なりとも交流したそんな毛女に関してはあ普通にですねこう王女様でワンチュク国王のご兄弟みたいなねすごいワンチュク国王に非常に近しい人みたいに紹介されてて今回に限って何回も、えー、この喜山著殿王女がワンチュク国王のご兄弟ではなくてなんかいとこだみたいに紹介するのはやっぱ相当違和感があるということなんですね。 というかです、ね、もう一般的に一夫多妻の国のお子様の関係性について、まあ、お母様がねあのたくさんあのお父さんにたくさん妻がいるわけですからお母様が違ってても普通にこうお父さんの子供っていうねそこをベースにして生まれた順番に、まあ、第一王子とか第二王子とか第一王女とか第二王女とかなると思うんですよね。でこのン「けさ貯著王女も」もブータン国内では普通にこう第三王女みたいな扱いなわけでして。 この著電王女ワンチュク国王のいとこ扱いにするのはなんかブータンオフィスに対してねちょっと失礼なのではないかと思いお父様が全国王ででその国王のお子様であるならワンチュク国王の妹気味というふうにねご紹介するべきなのではないかというふうに思いました。 まあなのでこの辺りもね日本のメディアのおかしさを感じるところですしもう頼むから、ね、変にバイアスをかけずにあの正確な情報をね淡々と伝えてほしいと日本の、ね、メディアの皆様にはお願いしたいところでございます。 はい。ということで、本日の動画は、三笠宮家、秋古城のブータン訪問についてお話をさせていただきました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。